どうも、こんにちは。こちらの禁止ボトル、5本。全部、インドアンタイウスなんですけれども、類代が CBF3 で、産地がウエストベンガル州タイガーヒル。どうなんだろうな。なんかね、まだ交換してないから、ちょっとわからない部分もあるんだけど、 オスが多いように思えるんですよね。こんなん食い方見とったら完全にオスの食い方なんだけど。うーん。これもやっぱオスかなどうやろうなうーん。いや、なんか、あれあれあれと思って、大平竹だから、 大平竹でアンテってあんまやってなかったからよくわからない部分ばっかりなんだけど。うーん、オスに勝てたら嫌だなぁということでね。インドアンタイオスのウエストベンガル州タイガーヒルさん。ま、ツーペアは欲しいなぁと思いまして、新たに幼虫買いました。ま、今が、そうだな、オスが3例、 体重乗りつつあるところなんでこのタイミングでメスの幼虫ボトルに入れたらうかじき揃うんじゃないかっていうねそういう考えもあるんですけどねこんな感じでねタイガーヒルの幼虫こと家に届いてますまだ書類だろうねうん何でもいいんだけどよいしょあいた いらしいサイズどうようん元気だねよかったよかったやっぱりエアコンはええなうん夏でも何の心配もなくアンタイウスの幼虫が管理できるからやっぱエアコンやろどうやろうなしばらくエアコンなしでごまかしてたから なんか急にエアコンがあるとさ、自分自身の方が、その、発想の問題でさ、あのー、なかなか、こう、昔の感覚を取り戻せなくな,なるというか、うーん。で、ちょっとしばらく時間をいってから、考えてみたら、ミヤマも変えるとか、サタンが変えるとか、シロカブトでも低音のその、 鉱山系の白兜が飼えるとかなんかいろ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 気づき始めたというか感覚を取り戻してまあそれでサタンの成虫とかさユダイクスの幼虫とかマヤ白ロカブトとかその辺りを買い付けたんだけどうんまあアンタレウスはねワインセラーでも無理やりやってたからなんとなく 触ってはいたんですよね。まあだけどエアコンの冷房23度で、またってなると、まあやっぱり、ちょっと、背筋が伸びるというかね、うん、そういう感覚はあるね。ワインセラーで、こう、ボトル管理してやってたときって、 どっか言い訳になってしまうんですよね。まあベストな環境でできてないからっていうさ。うん。だその自分の中に言い訳がある状態で物事進めても絶対にいい結果は出ないし何より自分自身が納得できないっていうのがあるから,からそういう意味でねエアコンで温度管理してますよってなったらもうそれ以上逃げ場がないから辛くくれますよね。 そうさそあうそう考え方とか姿勢の問題だけどね、うん、どうだろうな、うん、タイガーヒルうーんウエストベンガルでもどうだろうあんまりこう目立ってうおうっていうのはないね例えばブーさんのトンサーとか マレーレのドルクスマン B みたいなさ、そういうちょっと際立ったものっていうのはあんまりインドアンタイウスそのものにないような気がするんだけど、まあ、ウエストベンガルのね、アンタイウスっつったら、インドアンってね、安定バブルの花形でしたよね。うん インドアンタイウスは何しろヒマラヤ系アンタイウスが入荷し始めた頃の横綱だから、特にウエストベンガルね、うーん、ラチラとか色々あるけど、そうだなぁ、今見とったら結構なんかウエストベンガルじゃなくて、 その、アッサム州サーディアとか、シッキムーガントクとか、意外とその辺も粘っとんじゃねうーん。で、イムシ出てるから、みんなあれだけ頑張ってた、ウエストベンガルどこへやってしもだほんまに。うーん。みんなあれだけ気合い入れてインドアンタイウスやっとって、ウエストベンガルのヒマラヤ系ってまさに最高峰だから、王様ですわ。一言で言うと。 うーん、みんなあれだけウエストベンガール頑張ってたのに、どこやってしもたんほんまに。<laughs> びっくりするほど流通がない。あ、これオスっぽいね。うん。アンタイウスうん、まあ。タイガーヒルーは名前が好きってそれだけですけど、阪神ファンなんで、ええ、あのもう、 うちの家系は阪神ファンばっかりなんですけど、名前がええじゃないですか。タイガーですから。虎に思い入れがあるんでね。これがジャイアンツヒルとか、ドラゴンズヒルとか、何、スワローヒルとかさ、カープヒルとか、それやったらもう別にそこまででもなかったかもしれないけど、タイガーですから。タイガー。うーん。横浜やったら、 スターバレーかな。うん。まあ、だけど、あのー、アリゾナ州で、グラントシロカブトの産地で入荷してるよね。スターバレーって。<laughs> あれ、横浜ファン買うとかなきませんよ。<laughs> はい。タイガーヒルやろ。阪神ファンタイガーヒル買わなあかんや。もうこれは。もうあの、言うときますけど。阪神ファンはもうアンタイウス買うときは、もうあの、絶対に、 インドアンテでウェストベンガル州ですこうすやなうん産地の名前って意外となんかこう思い入れに繋がったりするからね、うん、一番思い入れに繋がるのはもう自分が取ってきたやつとかその辺だけど、まあ、次に長く管理してるとかさ もうそれこそ、七八年出る以来、三つずつ進めましたみたいな虫って、なかなか手放せなくなってくるんだけど、あとはそうだなぁ。まあやっぱり、いい虫が出るっていうのはね、黒虫やなんか特に手放さないですけど。よいしょ。レア産地とかも、でも今も,もないもんな。 アアンタイウスのレア産地うーん全部消えたパキスタンアンタイウスなんかよう頑張ってるけどねうーんまだなんか CB なんちゃらみたいなパキスタンアンタイウスでもあってるけどあれもともとはさ名古屋の貿易会社の K&K さんがあのスツラリスを コヒスタン、ガルハバットグラムのラベルで入れた時に混ざってたメス1頭だけですよ。パキスタンアンタイウスのワイルドって。それしか入荷してない。間違いなく。もう、20年以上前だけど、パキスタンアンタイウス、カシミールつって輸入証明書のコピーもらったんですよ。で、その時に、あの、パキスタンアンタイウス、 産地がカシミールって書いてあって、そのワイルドメス1頭からのさ、類代が今出回ってるパキスタンンての全てなんだけど、だワイルドがメス1頭だったって考えたら、結構頑張ってるよね、パキスタンって。うーん。そんなにでっかくならないんだけどね、うん、たまたま引いたメスがそうだったのか、 あるいはパキスタンのカシミールまで行くと、ちょっとヒマラヤ系とは表現が変わってしまうのか。どう思いますかうーん。たまたま弾いたメスがそういう系統が限界だったっていう部分かもしれないですけどね。うーんまあ、こんな感じですわ。